はい、どうも、年貢シューターと申します。今回も三国志 14PK 実況をやらせていただきます。続きでございます。現在31万ちょっと持ち直してきてはいますが、ここの霊陵の周りですね、相変わらずちょっと激戦が続いてしまっている状況ですね。これをなんとか消耗を避けて、我々物資とですね、兵数、まあ兵数ここもう8万いますけども、兵数を維持して物資も維持するという状況に持っていかないと、ここでですね消費しまくっていずれ尽きてしまうという状況になってしまいます。なんとかこれを打破してうまく戦っていけるのか、考えただけでワクワクしますね。今日も楽しくゲームをやって参りましょう。はい、現状こんな感じですね。建安のだるがらみが一番ちょっと困っているところでございます。この馬中をなんとか技法レンジャーで技法にかけたいところ、そうすれば大体大丈夫な感じがいたしますね。ここも平坦切りとかして、この高音をですねなんとか撃退したいというところですね。一方慶応、ここ名刀大王ですね、まっすぐ向かうところ、これも技法をかけてですね、もうこっちに追いやってしまいたいですね。そして孤立した長所をじっくりと倒すという感じでいきたいと思っております。あとはここですね、ここちょっと難しいな。これ行かせて切って多分攻めてくるんじゃないですかね。もう攻めさせた方がいいかなと。前に行くと我々消耗してしまうんで、この上陽の負の中で戦っているのがあんまり良くないですね。霊陵2部隊平坦斬りをですね出してまいります。上陽を取ってからどうするか、回り込んできて、これは孫権が長所一騎打ち、さすが精神と時の部屋入ってまいりました。孫中坊あざなお武力6しかない。虎の子もまた虎よ虎よ、虎の子かかってくるがいい。この次男孫悟空だ、行け。あ、おっしゃったよ。これ飛ばしたのかな、どうなの。あ、飛ばしたかどうかわかんないけど、とりあえず勝ちましたね。はい、でも混乱食らって、混乱で唐トンが戻ってまいりまして、闘志重傷中世87来るでしょう。問いよ、重心は肉に使え、中心って顔してねえな。嘘つきは嫌いだ、牢屋に縛りつけとけ。お、名刀だよ、何を思ったか吹き返しましたね、もう遅い。さて、ところ変わって建安の馬中、技法が入るかどうか。ご飯通し役立ってんとよ、すぐ来るな。やっぱり全然技法、あ、入った、よしで、女王ですね、ここはきっちり解除していく。いいぞ、大きいぞ。で、南条定期、定期からのちゃんと対局して、お持ちしました。うん、これもこのまま定期だね、リンが定期。いいですね、いいですね、きっちりいきますね。これは続いてこちら慶応リンガのところですね。竹雄が出てきてましたね、これちょっと厄介だな。追いつかれるか。長所は吸い込みましたね、いいですね。危な、同時に引いていく。伝用はなんとか引いていく。名刀大王撃破、これも技法かけたいですね、祝勇ね。さて、天竺から王位らが戻りました。さて、王位、そして琉璃、精神と時の部屋、わあ、燃やされたからの大根、見せてくれん。酒が高音撃破、あー燃えてるな。からの甘露、甘露でしょ、かだかい。祝勇出てきて平坦切りたいところ。あれ、あ、
これあれですね、賊にわざわざ技法かけたんだ。ご苦労様です。賊の相手していただいて。平坦斬りいけるかな。いけましたね。しかし結構消耗しましたね。これ大鼓効いてる状態で全能力アップであんなにね消耗しちゃって、どうしようかな。これ一旦南海に返した方がいいか、霊寮に入れたらね、霊寮からここ出すと結構消耗激しいんでやりたくないんですよね。一回南海に返して南海から代わりを入れるしかないですね。お、調査と敬意を。うわー、ちょっと待って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 、これやばいな。かなりこれ総攻撃やないか。これまあここは2部隊でよかったけど、でこのモリモリ感、そうです、あたせが変な技法レンジャーです。向かっていただきましょう。あ、逃げてるなこれ。吉報をお持ちしました。おこれ全然意味ないやつじゃない、これ。あ、でもスルーか。ああいう形でスルーして引いていくんだ。で、祝行は撃破ですね。結構、食らった？そうでもないね。ああ、で、すごい数出てきてる、これ。これ無理よ。さすがに。で、名刀大王はもうこれ死ぬんじゃないかな。あ、画家評価だった。ご報告いたします。名刀大王、さすがに出てこれてないか。もう行っちゃってんじゃないか、これ、中で。行っちゃってるでしょ。目と、あ、いたわ。瀕死。目と瀕死。さて、この部隊数、兵士数、どうしましょうかね。まあ、こっちの霊寮側に引くしかないですよね。これ、輸送がいつまで経っても通んないな、これじゃあ。これ、通ったとしても危ないですね。いいだろう。これ、やっぱ、こっちから、遠回りだけど、攻守から回すしかないですね。こっちから回して、こっちから入れる。軽量、さらに1万。これやばいな。皆殺しだ、これ。ああ、瀕死の大王が出てきてしまった。大王が死んでしまうよ。僕たちがやられるか、大王がやられるか、2つに1つ。わ、めっちゃこっち来るな。部隊攻撃か。個人を倒すって言ってる。おい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 、もう出ないですね。武量もさすがに6万、慶応は残り9万。また物資奪われとる。劉備がいると物資が奪われる。おっと、ここで一騎打ち。長子芝生に一騎打ち、やってやりました。さあ今回芝生君捕らえられるのかどうか。あんま差がねえな。またまあ多分勝つけども、12差はそうそうね負けないですよね。んばちこい。どうですか。お、でも割といい勝負、割といい勝負してる。 KO までいかなそう。いかない。うん、勝つとし。いや、どうなんだろう。なんだかんだ言うてこちらプレイヤー側の方が勝率自体はねいいですよね。まあ多分ね持ってきてる武将が違うんだと思いますけど。そしてここですよ。ここうまくいくのかどうなのか。陸曹にかかってますね。まあ個人ももちろん相当持ってるんで、まあ割と強い方。行軍1100はねプレイヤー側では強い方ですよね。でもちょっと待って、林部が取られるのかな。大王がこっち側回って、あーっと違う、大王は投石台に気を取られている。これ霊寮がとりあえず安定するまで南海のアシストですね。てか南海もアシストじゃなくて剣をですねそのまま攻めたいんですけど。定期です。ここ大丈夫かな。コジュンとねリクソンしかいないから。あ、到達してキーラの能力成長。うわ、とりあえずね投石頼み。ああ、あっという間に車台壊された。車台はやっぱ脆いっすね。攻撃開始。学科消化は撃破を捉える。どうしようかな。結構頑張ってるけども、古順陸院に一騎打ちを仕掛けました。いいですね。有利に立ち回っている。73、62。またね微妙にいいところ、絶妙なところ出していく。ええー、待ちこい飛ばす。
これが我が力陸院もどうかな。結構戦場には出てきてるから、うん、生きてはいますね。傷を負う言うてます。さらに怪獣ですね、いつものやつ。そしてご覧ください、左の方、技法成功。もう技法で守る。ここはですね、技法やりやすいかもしれない、壁作ったら。成功だ。あ、難所定期。逃しません。あー、もうザク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 減りますね。ここの投石なんとか守り続けないといけないなっていう感じしますね。長所撃破。おー、捉えすぎじゃないかこれ。ちょっと個人これ霊量に引かせないと、これ捉えすぎやばいな。これがやばい。これまた一騎打ちあんの。ちょ、個人荒ぶりすぎ。個人会だ。73、44。これは飛ばせるでしょう。さっき飛ばせたんだから。まあ、近い。これ飛ばさないんかい。60飛ばして40飛ばさないんかい。しかも KO しないんかい。疲れちゃってんじゃん、もう。もう振り疲れしちゃってんじゃん、もう。お、士気上がっていく。いいですね。リンが怪獣して、あー、ちょっと追いつかれちゃってんな、孫権。失敗したな。もっと前から引いときゃよかった。やばい、コジュンがやばい。やばいよ、コジュンが。こちらをご覧ください。コジュンどうしようかな。退却の方がいいかな。いや、退却遅いですよね、さすがに。このままバックでいいか。で、投石台をとりあえず作って時を稼ぎたい。このケイオの攻防、コジュンが引けるかどうかにかかっている。調整をやってしまう。あー、危ない危ない危ない。ただ混乱かかってますからね、これ。家計で、賭けじゃない、火花で。よし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 、いいぞいいぞいいぞ。逃げろ逃げろ。あー、また近づいてきてる。これはいかんかもしれない。コジュン退却できるのか、チャレンジ。あー、ダメだ、突撃食らった。そりゃ無理や。捕まるんかい。トートン式に一騎打ちですね。式じゃない、シビか。ああ、82、67。 いやもう個人を引きずっちゃって。僕は再建。まあ、これ飛ばんのかい。これ飛ぶかと思ったんだけども、 KO もできないんかい。もう終わりか。あっけないな。さあ、どうなる、どうなるんでしょうか。トートン武力上がる。さてさて、ここは難しくなりましたね。もう引きまくるしかない。怪獣定期。天竺勢が帰ってきましたね。もう流利も結構上がったんじゃないですか。もう何回行きました、精神と時の部屋。どうでしょうか。さあ、リクソン出て引く戦術。もうこれはダメかな。ダメだこれは。一回私たちちょっと林部から撤退をしてみます。で、リンガを取る時だけ怪獣で何回から出してみようかなという感じですね。どうなんだろう、林部取られたまんまだとどうなっちゃうのかな。お、不当の子不剣、これ強いですよ、なかなか。あ、ビジクが生きそう。バッキューはなんかずっとゲホゲホしてるけど、なかなか生きてる。また KO 出てくる。これ終わんないっすね。リンガの方行ってくれればいいんですけどね。こっちのリンブから霊量するとちょっと困りますね。そしてコーチュリーを倒す。捉えられない。一部引いて一部進む。で、メイト大王はいつまでたっても投石が壊せないんだ。もう弱すぎて、波状さんだと壊せないですね、なかなかね。大変ですね。お疲れ様です。で、技法またかかりましたね。これ結構単独で来てくれるからありがたいですね。
これ土塁にしましょう。もう菊園を延命。どうでしょうか、この慶応の際放棄したら霊量は安定するかどうか。もうとりあえず兵糧は8万入ったんで、なんとかですね兵は動かせるという段階には入りましたが、どうでしょうね、これで安定するんだったら2方向でもいいんですけど、あーでも無理そうっすね、これきついっすね。ご報告いたします。だって面できますからね、点じゃなくて面できちゃうから、これ技法とかもちょっとねやりづらいし、あっという間に包囲されそうですね。やっぱり南海から行かないとダメかな、これは。砦とか建て始めちゃったし、諸葛丹は何だろう、北に行くで艦の派遣いいぞ、いいですね。城にこれ真正面から入りますね。で上位に乗られちゃって怪獣が効かない、わざとか。おお調達取れた、あまり嬉しくもないけど、調達はなんとなく悪役キャラだから。調査へ向かうぞ、むちゃくちゃなこと言ってますね。まあとりあえず引いたんですね、ここからね。ただ任務は取った。ここまで。チョウェイ死亡してしまった。暴金はだいたい引いた。あーコジュン嘘やろお前、久々だよ艦から暴金に行くというね、バチ当たりが。さて私たちは決めました、リンブはもう紛争地域にします。紛争地域、チェチェン紛争みたいな感じです。これお喜びください。あのプーチンがあのなんかねこう計略をかけて、これもうチェチェンの中を混乱させたみたいな、これチェチェン紛争です。これいいよ9000、またちょっとずつ出してきて、あ早速個人が出てきた。あいつ許さないな。あでまた出てきてる、これで孫漢ちょっとだけねもう瀕死の状態で出して捕らえちゃうっていういい作戦で戻ってきて、中佐97、どうせ断るだろ、牢屋にぶち込め。荒っぽい。リンブ怪獣です。もうこれでいきます、リンガとリンブは同じ扱い、紛争地域にします。おで大王がなんかすごい走ってる、瀕死の大王、大丈夫走って。お大王が踏んだ、お喜びください。まあ、あのちょうど残ってた埋伏入りましたね、バカだな大王。で天竺施設が達しました。何回目のインドか、胡椒持ってきてほしいですね、そろそろね。でまたリーが来ましたね、これはまた技法レンジャー決めてやりましょう。技法のレンジャーですね、リーに向けて出してまいります。解除成功。おすごい、ついてくるついてくる、つきまといだつきまとい。どうでしょう、成功しました、一発ですね。これでリーは終わり。でなんかもう一部隊いたけどね、えこれ技法が効くの分かっちゃってるのか、何しに来たのこれ、ここまで来て引き返すって、これほんと謎な行動が多いですよね。というところで今回のヘスどうでしょう、32万、うんほぼ変わらない、1万ぐらい増えましたかね。ただなんかね、ただその輸送がうまくいったのか、霊量の安定がうまくいきましたね。10万常にいる状態でちょっと溢れたりはしてしまっているんですけど、まああんまり細かく気にすると今度は輸送でね調整すると兵糧を食ってしまうんで、もうこれは致し方ないというところで、まあまあ物資と兵数の面ではなんとかうまくいったかなというところですね。あとはですね、何回ちょっと準備をしまして、もう兵数はですね11万いて、あとはもうちょいちょっと兵糧を持ってきてですね、で武将も移動中ですので、もうほぼ移動したか、移動しましたね。これ一発 K を狙ってみようかなと思うんですよね。難しいかな、
ここら辺埋伏きっちり入れつつ、ここから歩を取ったりなんかできないかな、厳しいかな、ちょっとやってみたいと思います。また琉璃そして火などをですね天竺へ行かせております。どれだけ育つかというところで、今回も最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタンをグググググッと押しちゃってください。ツイッターフォローは概要欄です。それじゃみんな、またんご。